2021年には東日本大震災から10年の節目を迎えます。東都生協では時間の経過とともに変化する状況に合わせて被災地に思いを寄せながら支援活動を実施してきました。改めて10年の歩みを共に振り返り、今後の活動につなげていくため、生産者取引先の皆さんから被災地の今を伝えるメッセージを寄せていただきました。東都生協の組合員の皆さん、こんにちは。宮城県東松島市高橋徳次商店と申します。お豆腐揚げでお世話になっています。震災から10年、ここに移ってもう7年になりますが、みんなで頑張っていろんなメッセージを込めて商品作りしております。今年もよろしく頑張っていきましょう。ありがとうございました。東都生協の組合員の皆様、いつも東都わかめをご利用いただきありがとうございます。令和3年3月11日で東日本大震災の発生から10年の節目となります。震災当日、弊社は一瞬のうちに流れ、高台から呆然と見つめていたという先代社長の姿が今でも忘れられません。震災から半年後、国からの支援もあり、同じ場所に工場を再建することができました。その間、東都生協の組合員の皆様から心温まる支援物資やお見舞い金も届けていただきありがとうございました。その後も大型バスでいち早く駆けつけてくださり、力強い励ましの言葉をかけていただき、その時交わした温かい手のぬくもりは忘れることはありません。本当にありがとうございました。今年のわかめももうすぐ刈り取りが始まります。これからも皆様に喜んでいただけるわかめをお届けさせていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。東都生協の組合員の皆さん、こんにちは。コープミート千葉の石井です。捜査 GP センターの北川です。私たち2社は目と鼻の先にあります。震災では幸い2社とも大きな被害はありませんでした。私たちの商品を待っている組合さんがいる、そういった思いですぐに生産を再開しました。震災から1ヶ月を過ぎたあたりに風間理事長と私たちで宮城県の方に視察に行きました。あまりにも甚大な被害を目の当たりにして、すぐに風間理事長から産地組合員オール東都ですぐに支援を始めようと、そういったことがきっかけで支援をスタートしました。その後、継続する支援を合言葉に6月から24回の炊き出しおよび物資支援を行ってきました。組合員さんから温かい募金があったからこそ続けることができました。この支援活動で組合員、産地、東都生協の絆を改めて実感しました。交流もできない状況が続きますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。東都生協組合員の皆様、いつもご利用をいただきありがとうございます。あの日、私たちのふるさと閖上を襲った大津波で3つの工場をはじめ多くのものを失いましたが、皆様の温かいご声援をいただき復活することができました。これからも社員とともに安全安心で心に響くような化学を作ってまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。東都生協組合員の皆様、いつもお世話になっております。震災から10年が経とうとしております。東都生協組合員の皆様には、震災直後に夏季メカブまた余ってるよという温かい激励の言葉をいただき、工場再開を決意したのを覚えております。これからも宮城の夏季メカブをお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。東都生協組合員の皆様、私どもの商品をご利用いただき誠にありがとうございます。東日本大震災では、いわき市内の自社工場のうち、近海魚の加工を行う工場が津波の被害を受けました。しかし、冷凍マグロの加工を行うメイン工場は大きな被害を受けることなく、ライフラインが復旧してからすぐに生産を開始することができました。あれから10年、組合員の皆様からたくさんの応援を力に、社員一丸となって安全安心な商品作りに励んでまいりました。皆様の食卓に変わらず美味しいマグロをお届けできるよう、
社員一同一層の努力をしてまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。東都生協の組合員の皆様、震災から早10年経ちます。震災後早くからご支援をいただきましてありがとうございます。倉庫の中の倒壊した米も早くに整理することができました。皆様には本当にありがとうございます。これからも安全で安心なお米を提供していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。復興に向けて前進している皆さん、メッセージありがとうございました。東都生協では東日本大震災の体験を風化させず、つながりを絶やすことなく寄り添い続ける決意を新たにしています。東日本大震災から10年、復興に向けてご努力されている皆様に敬意を表します。私たち組合員は協同組合の力を発揮して、職員とともに募金や商品の利用、取引先の皆様のお力をお借りして、産直の東都生協ならではの絆でここまで支援活動を進めてまいりました。皆様のご協力に改めて感謝いたします。これからも日頃からのつながりを大切にして、共に力を合わせて歩んでまいりましょう。被災地では日々復興に向けた歩みが進んでいますが、依然として真の復興には道半ばです。東都生協はこれからも東北の復興支援を継続していきます。組合員、生産者取引先、職員、一人一人が真の復興に思いを持ち続け、被災された皆さんと一緒に誰一人取り残されることのない幸せな未来を目指していきます。